皆さんこんにちは2016年合格目標科目合格制度を活用した戦略的合格法についてのガイダンス講義を始めたいと思います私レクセニコシー金城と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはい今画面の前の皆さんですね診断士の資格にご興味があってご覧いただいているかと思いますけれども えまず簡単にですね私の,まああの経歴をご紹介自己紹介を兼ねてですね申し上げたいと。で私自身はですねあのまあちょうど以前はですねえーまあサービス業に勤めておりましてでちょうどこう30過ぎたぐらいでしょうかねえその時にですねまあ自分のキャリア人生についてまあ考えた時があって。 でその時にこう何かこうきっかけとしてちょっと勉強してみようかなとやっぱりこうそれまで学生時代勉強も嫌いでしたし、えー、ただこう、まあ、日々の仕事もね慣れて、えーまあ、ちょっとマンネリを感じたところでいろんなことを勉強できそうな資格として当時調べた、いろんな資格調べたんですよ。 もしたら、その診断士というね、資格が当時私の時八科目あったんですね。今皆さん七科目ですけれども、八科目あって、あ、こんなに幅広く勉強できるんだったら。面白そうだし、ちょっとやってみるか、というのが始まりでした。はい、本当にも、当時は、その、なんだろう。今、私はもう独立診断士でやってますけど、当時独立するなんて、全く考えてなかったんですよ。本当に、さざいなきっかけで、まあ、キャリアアップになりゃいいかなと。 本当人生何あるか分かんないですよねあの時に勉強するっていう意思決定してなければ今ここで画面を通して皆さんとこうやって会うってことはなかったわけですからね不思議なもんですよね。まあそんなこんなでその、まあ、何が言いたいかっていうとこの診断士の資格というのは、えー、人の人生をですね大げさな言い方かもしれませんが人生を変える のにはもう本当に十分すぎるほどのインパクトをもたらしてくれるまあ,あの素晴らしい資格、まあ、これはもうどの資格もそうです。生かすも殺すも自分次第ですしねその意味ではまさにこの普通に働きながらサラリーマンの方が働きながら無理せず 取れるまあ多少の無理は必要ですけどねただいわゆる超難関資格と言われている司法試験とかね公認会計士とかと比べたら普通に仕事しながらでも十分に取れる資格ですから、まあ、画面の前の皆さんもですねほととんどのの方方ががお仕事をされれてらっしゃる社会人の方がメインだと思われますそういった方がですねやはり30代40代のビジネスパーソンの方々が受験生としてボリュームゾーンなんですね。ですから まあ皆さん自身がですね今後の1回しかない人生です1回しかない人生をどうプロデュースしていくのかということを考えたときにじゃあ長い人生の中1年、ねえー、思いっきり勉強に捧げてもまあいいんじゃないでしょうかね。でそれでガラッとこのその後の人生が大きく変わるという意味ではこの資格は本当におすすめですし私自身ですね非常にあの充実して 平日はいわゆるコンサルティング、まあ顧問先行ったりだとかですね、いろいろ調査したりだとか、で土日はですね、あの私は東京の、えー、レックの池袋本校というところで生講義を、えー、担当しております。あの一次試験の企業系理論と中小企業系政策と、あとは二次試験、うん、二次試験をすべての科目を担当しているということで、まあ二次まあメインに置きながら一時 の2科目担当とということでですねあのもし画面の前の皆さんですね、えー、池袋本校に通える範囲にいらっしゃるのであればぜひ生講義にもあの顔を出していただきたいなと思いますけどもまあまあそんなところも含めて私がまあどういう人間なのかというのをですね、まあ、簡単にご紹介しました。なので、あのー、本当に私もいまだに思い出しますけども今より10年以上前の話ですが。 診断士の勉強を始めようかなと思ったのがですねちょうどまあ年末ぐらいだったかなで12月ぐらいにじゃあいろいろ調べて資料請求したりとかしてで実際にもうあのあもうじゃあここでいいやとあんまり考えずに深く考えずに最初に資料請求して一番早かったところに頼んだんですね。でえー、そこでですぐ頼んでで教材が届いて 年末にでうん,んと3日ぐらい寝かしてで1月1日から勉強を始めようと思ったんですねで年明けてじゃあ1月1日だってことでその日からじゃあ封を開けてね、えー、私は通信教育だったんですはいあの生講義の場所がなかったんでなので通信教育で勉強しましたけどもまあつらかったねつらかった通信教育つらいですよ本当に。 まあ画面の前の皆さんもあの通学ができない方も多いと思うんですけど通信教育はは辛いいっってはっきり言います。だって通信教育楽しいよって嘘を言ったってしょうがないのでねいやもちろん勉強は楽しかったのもありますよ。でも圧倒的に自分との戦いだからね通信教育っていうのはだからこう勉強するもしないもう自分次第なんですよ。 だからこう怠けようと思えばいくらでもこう安きに流れますしねでもせっかくこう安くはない自己投資、ね、で教材はどん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 増えていくもこのこう脅迫観念とかね辛い仕事も忙しいでもやっぱりやりたいやろうと決めたしなんかこうその初心っていうのかな、えー、を大事に私はやっぱりこう歯を食いしばって 勉強しててたなってあんなに勉強したこと人生ないかなっていうぐらい勉強しました私自身あの自分を褒めたいいなと思うのそれぐらいですよ本当に学生時代の友人は「えっ、ー、近所が何診断しとったの?」って言われるぐらいですからそれぐらい全く勉強に縁がなかった私、はい、が一年発起してでその1月1日から勉強してその半年後7ヶ月後ですかね 8月の一次試験に合格することができるわけです。だからやり方さえ間違えなくてね、徹底的に集中して勉強すれば、通信教育でも半年あれば一次試験は合格できます。これは間違いないです。はい、それはもう私がやったからっていうのもありますけどもね。ただもちろんですよ、もちろん当時と今との難易度とかね、 まあもちろん違うのももう重々承知してますしそこはも,うもちろんね個人の能力差もありますけれどもただ勉強嫌いで全然もうとんちんかんのプーだった私がですよ、えー、集中して勉強して半年で一時通れたわけですからこれはもうもちろん私なんかよりも優秀な方々が多いと思いますしねじゃあちゃんとやれば間違いなく一時はマックシートですしね後で説明しますけども合格できると思うんです。 ただ私は一年目二次試験落ちてます。落ちました。で悔しいからもう落ちた悔しいやったな来たってことで二年目二次受かるわけですリベンジでね。だからそのやっぱりなぜ私が落ちたのかっていうとそのまあ勉強時間が圧倒的に足りなかったっていうのがあるんですよ。もう一時の勉強ばっかりやってたんですね一月一匹から。 今思えばその時間の何割かをね2次試験勉強しとけば、まあ、足られ場はないけどでも1年早く診断書受かってたかもしれないなとは思いますけれどもねまあまあそれは言ってもしょうがないので今日は皆さんに私と同じようなね失敗をしてほしくないのでじゃあ試験制度、まあ、当時の私と違って今は科目合格制度なんかがあります。そうういった試験制度をうまく活かしてですねぜぜひぜひ皆さん えね、短期で合格を果たしていただきたいなというのが今回のこのガイダンスの趣旨ですですからまああの、まあ、まずはね何の気なしにご覧いただいているかもしれません本当にあのそれでいいと思います。でこのやるんだったらねやっぱり一日も早くがいいですしまた通信教育を選ぶんであればモチベーション管理ね いかにこのモチベーションを上げていくかっていうところにやっぱりこう重点を置かないと長続きしないですね。まあそういったところも含めて23アドバイスしながらですね、まあ、レックの是非、えー、受講をご検討いただきたく、まあ、あのしばしばお付き合いいただければと思いますのでね、まあ、冒頭ちょっと長くなりましたけどもそんな形で進めてまいりたいと思います。では、えー、今日ですね、えー、皆さんにお伝えしていくのは大きくこの3つ。 のお話です診断士試験制度と試験の特徴そして制度から見た試験の対策そして私ども診断士レックの診断士講座の特徴というところで皆さんにお話ししてまいりたいと思いますまあまずはこの一つ目ですね試験制度と対策からということでまあ制度的な話は冒頭のお話のところで皆さんにもねちょっと言いましたけれどもあのこちらのように8月の一次試験 そして10月の二次試験12月の口述試験というふうにまあハードルとしては3つになってますがこの口述試験の合格率はまあほぼほぼ99%、まあ、ほぼ100%と言われておりますのでまあその意味ではハードルではないですむしろ2つのハードルと見ていただいた方がよろしいかと思います。で 単純にまあ今1次の合格率 20%2 次の筆記合格率20%ということで単純合算合計で 20%×20% 20で4%とストレート合格するのは4%と言われてますただこの4%っていうのもその1次試験のこの20%っていう数字自体が私はこれは、えー、正しくないと思ってます正しくないっていうとまた語弊がありますけどね。というのは 合格者を受験者の数で割ったのが合格率ですよね。合格者がいて受験者が分母になってるわけです。でもこの受験者っていうのはお金さえ払えば誰でも受けられるんですよ。それこそ極端なの小学生であってもお金さえ払えばね。だから分母がこれはもう人数が多ければそれは合格率下がりますよ。でしょだけれども私はちゃんと勉強した人。 例えば私のクラスで勉強した人とかねそのクオリティで勉強した人を分母に取った場合合格率はもっと上がると思います。もう倍以上いくと思います40%から50%ぐらいはちゃんと勉強すれば一次試験っていうのはそれぐらい受かるはずなんですなぜマークシートだからですよ。マークシートは攻略法がありますこれは私のの企業系理論の冒頭で必ずお話しします。 ですからご興味があれば是非私の企業経理論の1回目の講義を聞いてほしいなと思いますけどねマークシート攻略法ありますので攻略法を使えば間違いなく合格率は 40%50% は上がると思います。で2次試験2次試験の合格率20%これはですねガチの数字だと思います。はい、これは間違いのない20%なぜかというと。 一次試験通った人しか二次受けられないわけですからこれは分母に含まれるのはちゃんと勉強した人なんんですねちゃんと勉強した人が分母でそれでその中からセレクションされるわけですから5人に1人しか受からないつまり5人に4人は落ちるんですそういう試験ですねなので二次の方がハードルという意味では非常に高い。で先ほど冒頭申し上げたとおり私は1回二次試験で苦い思いをしてます。 私一次試験は落ちたことありません一次試験はちゃんとマークシートで勉強すれば通るわけですね。2次試験は私1回落ちてます悔しいから2回目チャレンジで合格するわけなんですねだから2次試験というのはそのあのあライバルとの戦いになってくるわけですね1次試験はマークシートなので自分との戦いなんですよだから、えー、後で基準とか出てきますけどね基準を超えれば合格誰でも合格 だけど二次試験というのは相対試験なのでライバルとの戦いになってくるのでそういった私のように一度落ちた人悔しい思いをして二次の勉強ばっかりしてきた人たちと同じ土俵で戦わなきゃいけないから大変なんでですすこののというのはガチです、はい、だからその意味では私は何度も繰り返し言いますけれども。 二次試験の勉強をいかに早く始められるかというのが短期合格の大きなファクターになってくるとまずそこを皆さんにメッセージとしてお伝えしたいポイントになります。よろししいででょうかねまずはまあ制度的な話で具体的なな話話具体中身の話ですけども まあこれはあのパンフレットなんかにもよく載ってるね7つの科目のお話でえ一次試験の1日目4科目え出題されまして2日目が3科目ですよとで経済学財務会計企業経営運営管理2日目が法務情報システム中小とでこの7科目で点点満点ですそのうちの60%取れればいいから76。 420 42点取れれば合格おめでとうございますただし大事なのは40%未満の科目がないことです人間ですから7科目もあれば苦手な科目1個2個出てくると思うんですね。で苦手だからといってやらないってわけにはいかなくて最低でも40以上は取らなきゃダメなんです。 だからどんなにいい点数取ったとしても合計点取ったとしても1科目でも例えば私は受験生時代情報システムが苦手でした、ね、じゃあ情報苦手だ情報システムが30点とかね39点とかいやこういう受験生いらっしゃるんですよ1点で涙を飲む人39点でした全体では500点取ってますアウトですからねはい。 本当にそういう意味ではシビアなので、最低限しっかりと出るべきところを抑えたね。勉強とかねまあマークシート攻略が必要になってきます。ただしま、この後にもつながってきますが、あの万が一全体でね。420点取れずに不合格だったとしても。60点以上、まあ例えば得意科目とかあったりしますよね？人によっては60点以上が取れた科目については科目合格となりますよと。 じゃあその科目合格制度についてちょっとご説明したいと思います。それがこちら。<laughs> まあ要するにそのまあ7科目ありましてじゃあ2015年の一次試験受けました。7科目受けました。ご覧の通り経済学と法務と情報システムが合格しました。他はちょっとダメでした。3科目合格ですよと。でその科目については翌年と翌々年まで。 えー、免除することが可能なんですいいですか免除受けなくてもいいですよだから翌年例えば2016年になってますけど2016年受けるときには残された財務企業経営理論運営管理中小の4科目で400点満点の6割だから白く240点取ればいいわけです240点取れば晴れて7科目合格しましたよ合格です そして、その年に二次試験に進めるという流れになるわけです。いいですね。で。もうあの鋭い方々はですね。えー、ま、お気づきかもしれません。けれども、あの今回のこのガイダンスの趣旨というのは、この試験制度を活かした。 まあ受験戦略をねカリキュラムを取っていますよということで、まあ後で細かく説明しますけどこの科目合格制度を活用しますつまり結論から言うと皆さん今年一次試験受けてもらいますこちらを今ご覧になっているの皆さんが何月かは分かりかねますがもちろんねただ2015年の一次試験の前だと思うんですよ。何、はい、月か分からないですよ。ただ2015年の、まあ、少なくとも7月までの間だと思うんですね。 だととすると最低でもからもうこれから診断士取ろうかなと思っている方は間違いなくこの一次試験今年受けていただきます。で大体願書がですね5月とか6月ぐらいに申し込みがありますのでまあまあそれまでに意思決定すればいいんですけどもやるなら早いうちです。で受けるなら必ず今年受けてで7科目受か,れ受かればベストですよ。 だけれども、まああのこれからね。えー、まあ、7科目合格一気にするっていうのはなかなか難しいところなので、まあ、まずはこのスキームでいきましょう。というのが、まあ今日の趣旨ではありますのでね。ま後、あ、でちょっと細かく説明します。今年ぜひ皆さんに受けてもらいたいです。で、まあそんな1次試験じゃあ受ける一次試験ってどんなものなのかな？というとまあ、こんな感じの問題です。ちょっと私が邪魔なので避けますけど。 えこれはですね、えー、と平成23年の企業経理論という科目の問題なんですけども例えばちょっとこう文章があってね、えー、ある地方の山間部の温泉地旅館を経営している B 社はこれこれこういう感じですよと。 で同社は顧客満足度の向上に取り組もうとしていた。説問の2、B 社の顧客満足度向上に向けた具体的施策として最も不適切なものはどれかということで、あ、い、う、え、おの、ご択の中からダメなものを選びなさいという形式。これ逆もあって最も適切なものを選びなさいってものもあります。最も適切なものを選びなさいと。だからまずこれ。 落ち着いて読ままないいとまずここ間違えるんですよね、はい、落ち着いて読むことからまあ始めましょうと。で適切か不適切かをこの5つの中からまあ選択、まあ、5択だったり4択だったりしますけども当然1次で学んだ知識を活用してセレクトしていくわけですよね。まあ、こんな問題です。でこれは企業系理論という科目なので、まあ、やっていて非常にえ面白いんですがこの えー、ここで学んだ知識を生かすのが、実は二次試験なんですね。あくまでも一次というのは、知識、知識を学ぶ場であってねで。それを応用するのが二次試験なんです。それがこう二次試験の概要ということで、二次試験では四つの科目に分かれていますで。それが、事例の一、二、三四というふうに、後ろに見えますけれども。 事例の1が組織人事2がマーケティング3が生産技術4が財務会計という4つのね科目なんですが実はこの4つの科目がですね先ほどのまあこのアイコン分かりますかね組織論とかマーケティング論生産管理とかファイナンスっていうのがちょっと前の方に戻しますとこちらのね、えー、ちょっと大きくしましょうかはいえこの 例えば財務会計のファイナンスとか企業経理論の組織論マーケティング論とかね運営管理の生産管理こういったところにこの辺ですよねこの辺に入っているのがお分かりいただけると思います要するにこの財務会計企業経営運営管理という3科目が二次試験に直結している科目だということですおのずと分かると思いますがだから一次試験といえどもこの 企業経理論運営管理財務会計の科目は特に重要なんですよと二次に直結しますからね、はい、そこをまず意識していただきたいなと思います。でじゃあ二次はあの筆記試験っていいますけどどんな問題かなっていうのがまあこちら、えー、まあこれ読みませんけれども、まあ、こういうふうにね、えー、こういった資本金いくら え売上いくらで従業員いくら従業員何名の、まああのー、金属表面加工処理メーカーである例えばこれメーカーさんの事例でだーっと2ページ半ぐらい文章がね企業の状況が書かれています。でじゃあ説問の1第1問から、ねまあ、大体第5問ぐらいまで5つぐらいありますけども、えー、A 社のような中小企業が近年海外での事業活動に積極的に取り組むようになっている。 A 社のような企業の場合どのような外部環境の変化が海外進出を促していると考えられるかその要因を2つ挙げそれぞれ40字以内で簡潔に述べようと。まあ、ここは40字40字で、えー、80字なんですけどねだいたいまあこれが100字だったり一番長いのだと200字だったりといったまあ単発的な論文ですだからだ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 らと書く論文ではありません。問題ごとに分かれててだいたいまあ100字前後。 と思っていただければ結構ですでこれは今回組織人事面でしたけどもこれがテーマごとにマーケティングだったりだとかね生産やファイナンスだったりするといったような感じなんです <laughs> なんとなく1次と2次の違いみたいなものね、えー、お分かりいただけたかと思いますそこでまあ簡単に表にまとめたのがまあこちらなんですがえー、ね 択一と論述というのは形式の違いで合格基準冒頭でちょっと申し上げましたが一次試験というのは絶対評価ですだから7科目取れれば全員合格だけど二次試験というのは上位800人とか上位900人とかこれは年度によって変わりますけども要は上から順に合格する椅子取りゲームなんです椅子の数が決まってますだからライバルに勝たなきゃいけないんです だから難ししさを増してるんんでですすね相対評価なんですで一次試験は知識を得る部分ですから広くて、まあ、浅いって言ってますけどもの、まあ、によっては深い時もありますけどまあまあ一概に広くて浅いと言っときましょうか。それに対して二次は狭い深いとい深とう、ね、印象がありますだから当然勉強の仕方としては広くて浅い分野をどれだけね、えー、たっぷり時間をかけて量をこなせるか。 そししててて点点数数をね、ね、とかかので管理いいけるかっていうのが一,時の勉強一方で2次はこの深いテーマについて徹底的に考え抜いていくなぜなぜなぜとねロジカルシンキングをしたりだとかそういった部分では質的な進化が必要になってくるということでまあある意味一次試験と2次試験って真逆まあ扱ってるテーマは一緒なんですけども形式面から何から全く別物だと。はい。 同じ診断士試験とはいえ別の試験だと思われた方がいいんじゃないのかなというふうに私は常日頃からですね皆さんに申し上げてます。なのでまずは全然1時と2時違うんだな思った以上に違うなということをですねご理解いただけましたでしょうかね。じゃあこれを踏まえて試験対策としてレックとしてね皆さんにご提案していくのが次のこの試験対策というテーマなんです。 でこの辺りもパンフレットにね細かく書いてますけれどもなぜこのテーマで、まあ、なぜこのカリキュラムをですね、えー、皆さんにご提案するのかというのを23ご説明していきたいなと思いますでこちらに模式図で2015年の3月からの、ね、時系列で並べてると思ってくださいだーっとありますけれどもで目的はですねあの なんてんでしょう、えー、もう先ほど言いましたけど今年の一次試験で科目合格をしてくださいってことなんです結論から言うと科目合格をすれば負担が減りますよね来年の2016年の負担が減ります皆さんはだからこそ今のうちに早ければ早いほどそれだけ合格率高まりますよね一刻も早く皆さん勉強始めてほしいんです いいですか迷ってる時間があったら、ね、どうせいずれ診断士取りたいんだ,だったら取るべきなんですよ。迷ってるっててることは取りたいんですよだったら取るべきなんです。だったら一刻も早く始めて今年受けないと試験の期日決まってるので今この瞬間も一刻一刻と勉強時間がどん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 ,どんなくなってるんですよ。だから 一刻も早く始めていただいて今年余計な科目ねなぜ何が余計かっていうともうお気づきですよね二次試験に関係なない科目なんですこの二次試験に関係ない科目を先に片付けちゃいましょうというコンセプトそして一時今年合格して残った企業系理想ね理想は二次に関係ないところをか片付けて残すのが二次に関係する主要科目企業系理論や財務会計運営管理 これを残して一時と二時を早くじっくり対策していきましょうとここでね二時対策と一時対策を同時並行で進めていきましょうとこれがコンセプトということですもうあのシンプルですはいだから早く片付けて残った時間を二時に回そうぜという考え方ですねはいなのでその冒頭に言ったと思いますけど私が 一回二次試験落ちてるというのは二次の試験を勉強する時間が全くなかったからなんです受かってから慌てて二次の勉強しても間に合わないで特に近年は二次試験の難易度がどんどん上がってますだからこそ早めに二次に触れてほしいんですねで、二次に触れることによって今度は一時の不足点が見えたりするっていうそういった相乗効果シナジー効果がありますですからそういった意味でも早く えー、余計なものを片付けて時に着手できるような状態を作ること。これが ストトレー合合格のです短期合格のの短期秘訣になっていきますよで実際ですねまああの科目受験数で見たときにですね、まあ、合格率っていう観点からいくと例えば7科目合格率を見ると23.2%こちら平成26年の数字ということになりますけどじゃあ6科目受験5科目受験4科目受験3科目受験というふうに、まあ、これはレックのリサーチでね、えー、出させていただいた数字ですが3科目受験 になると合格率が約46%の倍ということですよね。7科目受けるよりも3科目受ける方がまあ46%ということであのあ、ごめんなさい、免除科目ですね、これはね。はい、免除科目、3科目免除で約46%ということなので、7科目受ける場合よりも、全然その、 有利合格可能性が高くなりますよと、まあ、これはもう当たり前っちゃ当たり前ですけどね、はいえー、減ればその分だけ、ね、勉強ができますので是非是非まずは今年余計なものを片付けちゃいましょうというのをご理解いただければと思います。で、まあ レックのこの,一時のですね、カリキュラムの話、まあ、この後のところでご紹介しますけどもまずそもそもの診断士のですね、えーまあ、勉強時間の目安定量的な目安としていわれるのが大体いい700時間から1,000時間と、まあ、ここにも書いてありますけどね1科目100時間と考えていいと思いますざっくりもちろん得意科目不得意科目はありますよ。 だけどもまあまあざっくり100時間と考えたら最低700時間7科目ででね必要になってくるわけですそうなってくるとそのじゃあ7科目受験するためにじゃあ700から1,000時間をかけていくのかえ絞ってねまずは今年3科目ないし4科目に絞って300時間400時間まあ皆さん残された時間がね8月までどれぐらいあるかわかりませんがそれに合わせてまあ科目を調整すればいいわけでね。 残された時間を有効に使っていただいてレックのカリキュラムで勉強していただいてでこの2016年の学習時間をですね一時の学習時間を大幅に削減してほしいんですね。そうじゃないと来年7科目受けようと思ったらそれだけやっぱりたっぷり勉強しなきゃあの2016年ね。でもこの余った分を二時に回せるんですよ。ねそういった意味からも この何度も繰り返しになりますけども今年絶対受けて欲しいんですでこれがあのもう5月6月、まあ、今年何月が締め切りか分かりませんがだいたい5月6月あたりに、ね、あの願書提出日があるんですそれ過ぎちゃうと受けたくても受けられないんですよ。 もうどんなに、ね、頑張ってももうあの7月とか8月になっちゃうともう受けられないのでもう1年後まで待たなきゃいけないしそれだけたっぷり勉強しなきゃいけない7科目と4科目やんなきゃいけないので大変ですだったら今かからら始めて減らすべきななんじゃないでしょうかね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど1次と2次を同時にやることによるまあシナジー相乗効果も生まれますのでね是非、えー、まあ レックのカリキュラムをですねあの、まあ、活用していただきたいなと。でカリキュラムだけじゃなくてですね、まあ、診断士講座の特徴ということではあのテキストとかねそういった面でもかなり REC はあの皆さんの負担を減らすような、えー、編集ポリシーで行ってます。というのも一般的なですね、えー、テキストとかね いうと大体まあテーマが1から1234からまあ16個のテーマこれがえ過去問でね出されたテーマにしと見ましょうか16種類のテーマがあってこれを全部網羅したね分厚いテキストまあ大変ですだけどよくよく見てみるとですねえ過去問を分析した時にはこの691214のこの4つのテーマはほぼ毎年出るけど例えばこの 十二番とかね、この辺りのテーマとかは、あ、ごめんなさい、えっと、十、十六番とかね。この辺りのテーマ、例えば、一回しか出てないとか、頻度が非常に低いとか。かこういうものを追い求めるよりも。確実に出るもの、確実に抑えておかなければいけないところに。絞ったテキスト編集になってます。で、これは特にレックが支持されているのは、忙しい社会人の方。お仕事大変な方々に、やっぱりこうポイントを絞って。 負担を軽減して最低限この努力で一次試験合格を図れるようなテキスト編集になっているということなんです。<laughs> なので必ずまあテーマごとにねか過去問がついてたりだとかコンパクトな編集になってますしね。はいあのー、これも私のまあ企業系理論とか他のガイダンスの中でも必ず言いますのでねあの過去問の使い方とかね一般的な皆さんのこの過去問の使い方は 間違ってます <laughs> 冒頭言ったようにマークシートですからマークシートは攻略法があります間違いなくありますだけどそれを知らないがために無駄な努力をしてしまうんですいいですかだから私の講義を聞いていただければそのマークシート攻略法をお伝えしますので無理なくムラなく無駄なく,駄なく、ね、コンパクトにまとまった内容をもとに皆さんを合格に導きますので ぜひ、えー、私のですね企業系理論の講義は一度はですね必ず聞いていただきたいなとでこのテキストの活用法であったり過去問の活用法ね、はい、もうほとんどの99%の一般受験生は間違えてます過去問の使い方をですからその正ししいいいいい使い方を皆さんにお伝えしていきたいと思います、はいまあ、そういったところも含めてですね、あのーまあ、レック絞り込んでですねこうこう最大の効率を上げようと。 しているコンセプトの部分とそれ以外にもまあいくつかですねえ3年保証だったりまあでも3年もかからず皆さん受かってもらえばいいのであとはこれはまあぜあひ皆さんにあの有効活用していただきたいのがウェブでですねあのただでこの人気弱点補強講座っていうのはねあの弱点となりそうな受験生が苦手にしそうなテーマをまあ約30個ご用意してあります。 これもぜひ見見放題です。す、はい。どんどんんていいいたただきたいと思いますあとは、まあ、科,科目合格、ね、え条件を満たしていただくとこのキャッシュバックなんていうのも、まあ、これを目的にやるっていうのもあれですけどもただ3万円ねこれ参考書だったりもし当連とかねいろいろ受けたりするときにもあの使えますので、まあ、これで、ね、ぜひぜひ目指していただいてこのプレミアムコース1時2時プレミアムコースというのが、まあ、こちらですね。<laughs> えーまあ、これは皆さん、まあ、もしパンフレットをお手元にある方であればあのご覧頂ければと思いますけどこの「1.5年1時2時プレミアム合格コース」ですねこちらに乗っかって頂ければですね本当に今言った REC のテキストカリキュラム活用して頂い,いて無理なく合格に向かうことができます。でまあ,あのこのスタートアップ講座であったりだとかね このベーシック講座いわゆる一時の入門からインプットの講座ね中小情報法務経済とこういったところまずこれを2015年の一時試験までに取っていただいて勉強していただきます。はい、先取りクラスとかいろいろありますけど、まあ、細かくは読んでいただいてお手元のパンフ号ねで一時試験受けてもらって。 で、その結果をもとに、じゃあ、残った科目ね、えー、ベーシック講座で補っていっていただきますよと。で、えー、講座と当連が必ずセットになってます。講座、当連、講座インプットとアウトプットバランスよくね、していただけるようになってます。で、まあ、1時とあと2時ですね、2時のベーシック講座、ベーシック当連とか、まあ、2時的なところも早く始まりますので、先ほど言ったように、えー、科目合格で浮いた時間を2時に投入すると。 いう形で、ね、進めていただき最終的に来年の一次試験合格そして二次合格に向けてスパートをかけると、まあ、こういった流れになっておりますので、まあ、ぜひぜひあの、えー、皆さんとしてもです、ね、このプレミアムコースでないとこれらのオプションはついてきませんので、ね、あの間違いなくあのこの。 ワンストップで全て1、えー、時、2時、一気通貫で学べるこのプレミアムコースがお得ですから是非ご検討いただいてで、えーまあ、冒頭ちょっと言ったように通信教育を選ばざるを得ない方というのは本当にあの自分のモチベーションをいかにコントロールマネジメントするかここが一番大事です。いいでで、すか。なので ぜひぜひ、あのー、どうすればですねこうモチベーションを上げられるのか自分なりの、ね、ご褒美の上げ方とかね、まああのー、私の講義を聞いて元気を出すもよし、ねえー、私も,もう、まああのー、企業経営理論とか中小企業経営政策という科目で、えー、もし、えーね、通信でしたら皆さんとお会いできるかもしれませんしまた、あのー、生講義来れる方はぜひ、ね、私の池袋本校までね足をお運びいただきたいなと。 思いますもう全力で1時2時サポートしますのでまあ,あの本当にいずれにせよですね、えー、まとめになりますけれどもこの診断士という資格は皆さんの人生を大きく変えるポテンシャルを持ってますですからあのやりたいなとかやってみたいな欲しいなと悩んでる暇があったら一刻も早く是非ですねチャレンジしてほしいなと、はい、もう絶対にこう皆さん損はさせませんのでね そういった意味では皆さんのチャレンジをお待ちしてますし、えー、本気の皆さんを全力で我々、えー、レッグ講師陣はですね応援したいと思います。ぜひあのー、いまあ、いずれね、えー、合格しましたとあの時のガイダンス聞いて勉強して合格しましたっていうね皆さんの声を聞くのが本当に私の妨害の喜びですので、ぜひまたその次に皆さんのですね合格の声を聞かせていただける日を楽しみに。 待ってますのでまずは、えー、今年の1次そして、えー、来年の2次の合格を目指してですね一歩を踏み出していただければと思っております。はいというわけで、えーまあ、この16年、えー、科目合格制度を活用した戦略的、えー、合格法いかがでしたでしょうか。まあ,あの非常に言ってることはシンプルなのでねあとはやるかやらないかです。いいですね、やるのであれば一刻も早く、えー、皆さんの挑戦をお待ちしております。えー、本日はごご清聴ありがとうございました